アイドルマスターの後、これが今、うん、4色で、これ4色の組み合わせは緑と赤と黒と白の4色だけで、ちょっと寄っていきます、うん、こっちの方がいいかな。寄っていくと4色に、ね、なって、すごいですね。アイドルマスターのキャラクターでクミカで4色で、これも同じように同じです。緑、はい、赤、黒、はい、白の4色だけ。そうですね、これもちょっと寄っていく。すごいな、この4色だけでこんなにフルカラーみたいに遠くから見たら見えるグラフィックになった。黒、赤、緑が固定3色が固定で、あと1色は変えれるけど白を使うのがいいケースが多いと思います。はい、そう4色と言いながらもう実質決まった色だけで勝負してるような状態です。そうそうそう。で、それで8色に増えるともう1回いいですかね。8色に増えるとこうなる。これで青と水色と紫と黄色、ね、黄色が増えると。脱色も寄っていこう。これ増えた色だけって表示できます。こう、あ、これが増えた色だけで、だから紫はあんまりないんですけど、黄色と水色と青と でこの増えるルールも決まってるんですよね。テキストを、はい、セミグラに置き換えてるんで、テキストって横80の縦25っていう文字数を、はいはい、そこを色つけてるだけなんで、でその 80×25 の1個だと、このセミグラの1ドットが横2ドット、縦4ドット、はい、でその中はもう1色しか使えない。さらに横方向に色を変える回数が20回までです。横方向に色変えれるのが20回までっていう制限 と、はい、長方形の中で使えるのが1色っていう2つの組み合わせの制限があって、はい、こういう色配置を決めて、そうで、さっきの4色グラフィックを足すと、全8色のこういう絵になる。でグラ4色の方はまたグラフィック面っていうのを使ってて、追加した4色の方はテキスト面っていうのを使ってて、そうですね。それはまたルールが違う絵を組み合わせて8色でこういうグラフィックを使ってる。すごいな。これも黄色があるということは8色ですね。そうですね、青とね。そうですね。これ4色にしたら花とかどうなっちゃうんですか。あ、全然あれ黄色はあるのかな。黄色は、赤と緑混ぜるとちょっと黄色っぽくなる、うん、ちょっと一回4色してもらっていいですか。4色、はい、花に寄っていこう。あー、本当だ、黄色じゃないんだ。黄色じゃないというか赤と緑なんか。これも8色になると足されるんですか。一応黄色重ねてるんですね。作った黄色と、うん、元々のデジタルの黄色と合わせてるんです。あ、やっちゃってる。だから頭の中で考えながらやってる。おもろおもろっていうか大変ですね。これも8色なんですね。これも8色ですね。すごいな。まあ、夜と8色だなって多分わかるんですけど。でもあれか、ファッションのおじゃんが出るっていうのがめっちゃヒントな。8色です。8色ですごいのがまたパレットでやってるんじゃなくて、もう固定の8色、デジタルの8色で、それをタイルの置き方だけでこんだけ色を表現してるんですね。すごいな。この4色の時に青が使えないんですよ。なるほど。青が使えないとかなり制限がかかるんですよね。
これもでもこの状態で見たらなんかね、4色とは思わないですよね。もともと青があるって知らないでこれ見たらこういうそうかなって全然思っちゃうけど、これもあのそのテキスト名だけの色って 見れます。こうですね。これに重ね合わせしてるんですね。次ちょっと入ってみる。すごい。アニメーションの16ビットセンセーション。あ、今やってるやつですね。はい。話題のアニメの絵を8ビットのパソコンで16ビットセンセーション。当時のパソコンで作ったらどうなるかっていうのを、はい、作られたやつをさらに8インチの4色で表示したら8ビットの4色で、うん、ちょっとこいつだけあのアスペクトが違うからちょっと横潰れてるんですけど、あーなるほど、これは4色で、ね、オンリーで、ね、しかないです。あへー、4色は緑、まあ、緑、赤、黒、白、そうそうオレンジ色とかあるんだよ、ね、なんか、ね、だからちょっと本当は背景の空のものをちょっと緑出して、なるほどね、本当は白黒になるところをちょっと緑出して空をしてるっていう。すごいな、このスクロールしてこの実機でやってるわけですからね。こんだけの色を、色じゃない画面を保持できるぐらいのデータ量は持てるんですね。じゃあ一応ね、2枚分だけはあの元々の機能マーク2の容量としてそのぐらいは持てるって、それをフルに使ってると、ね、頑張れば3枚分ぐらいは持てるんだけど、ちょっといろいろ大変なんで、そうなるとお手軽に2枚分になる。今これ実機表記です。実機でやってる。これ実機すごくない？そう、これ聞きたかったんですけど、ダイナミック表示じゃないんです。ダイナミック表示ってのはどういう意味ですか？あの、短時間でパカパカさせて色を中華色作るみたいな。そうじゃないです。もうあの普通のドット置いて、そうですね。だからこれも4色、これだと普通のグラフィック画面で4色だけで描いてて、4色でこれが、でそれにこのセミグラの4色を乗っけてるって、はい、でこれで、あ、そうかそうか、カセちゃんからグラフィックのセミグラがあるの。私基本 FM なんで、ね、FM はもうテキスト画面がないんで全部グラフィック画面やから、なるほど。もうほぼほぼ3色で赤がほとんどで、本当は肌色に赤が乗ってくるんだけど、ちょっと画面が暗いんで、はい、ちょっと人の肌も 赤はほとんどない。いや全然なんか違和感ないですけどね。まあ、あのこっちを先に見ればでもう一回4色足していただいて、足されるとやっぱり、あ、こういう色が広がるんだって感じしますけど、後ろの、ね、質感もすごいですね、作るときはやっぱり4色から先に同時並行でやってますね。同時に作るけど色抜いたら抜いたでそれなりに見えるってことですね、4色の方に。あ、そうです。最初4色だけで何とかしようって頑張ってたんで。なるほど。で4色で行き着くとこまで行き着いて、もっと出したい、もっとどうにもならんのってなってテキスト画面でそうそうどうにかしちゃった。最初は5色モードっていう、これの、はい、あのグラフィックだけで5色出して青を追加するっていうモードを追加してる、はい、そういうのもあるにはあったんですけど、ね、あとに一種類だけその画像出てきて、これがさっき言った5色ってやつです。あ、これが5色、うん、あのこれが4色で描いてるやつに、はい、一覧置きに白
白っていう部分は色変えられるんで、はい、白の部分を青に変えるとこうなる、はい、どういうことあのさっき固定で黒、赤、緑は固定って言ってたんです、はい、で残りの一色だけ白を使えるんだけど、はい、それを一覧置きに白、青、白、青って切り替えてるんですよ。切り替えてるのは1行ごととかじゃなくて1ラインごとです。1ラインごとに縦200ラインあるうちの、はい、最初の1ライン目は白、はい、2ライン目は青。そうなってるんですね。標準のクリアは無理だね。この今青が、あ、まあ、そういうこれ4色でできるんでしたっけ。4色はこうですね。あんで5にすると青が足されると思う。大変だこれこれは大変です。うわすごいな。5色でも全然すごいな。足だけで見たらこれも3色ぐらい、うん、3色ではないか。でも3色ですね。白と緑と赤と影になってる部分は、まあ、一緒です。あ、黒がちょっと入ってるかもしれないな。あ、ちょっと黒が入ってる。でも概ね密度だけで変化があるって感じですね。いや、すごいな。4色でもうん、ね、あの透け具合すごいですね。この、あの名前がちょっと出てくるぽいですね。金魚すくいの、金魚すくいのぽいぽいですね。ぽい、すごいな、透け具合。ちょっとね、下の方が破けてるんですよ実は。あ、本当だ、よく見るとそうですね。よく見ると確かに黒が多い、うん。すごいな。ドット数がそもそもね、うんうん、そんなに、うん、まあ、今の環境と比べたら全然少ないじゃないですか。そうですね。だから密度変えるにしても結構制限があると思うんですけど、そうそうそう、これ何ドットでしたっけ。320の200ですね。200ですね。うん、セミグラはその半分で160、さらにですね。いやー、これはすごいわだからセミグラはちょっとドットが大きいから、はい、その散らばせてはいるんだけど、ちょっと明るいと目立つみたいなところがあるから、どうなじませるかっていうところが難しい。なるほどね。青が出せないから、はい、水の部分は白黒になっちゃうんですよね、うんうん、で逆に4色しか使わないってなったときは、もうちょっとあの水色の部分に緑足してそれっぽく見せるとかやってますけど、はい、これはセミグラが使うからあえてなるほど白黒にしちゃってる。さすがに水は青と水色あると明らかに水って分かりますもんね。船がなくて分かりますもんね。あ、メーカーが全然変わりますね、うん、輝きが。特にアニメのキャラって目のところに色をつけてるやつなので、その水色とか青とか使ってると全然違う。違いますね。これも、うん、セミグラだけにするとなんかこういうポイントで使ってるなっていうのがよくわかります。目の部分と袖の部分と4色。これ4色。普通のあの土台もさっき開けてみたけど、なんか土台も変えられそうな気がして、いつも落ちたらすごい音がするようになってます。すげえ鮮やか。8色とは思えない。これデータ自体はノートパソコンの方から瞬時に送ってる。そうですね。あ、通信ポートかなんか使って。こっちは2324に出して、はい、受けるのは汎用 IO ポートっていう、はい、あのプログラム作れば何でも使えますよっていうポートがあって、はい、そこに向けて
流し込んでる。あ、結構一瞬で遅れるんですね。一応ね、2画面分の普通 2、3インチのポートもついてるんですけど、はい、それだと9600しか出せないんで、はい、そのプログラム組んで、はい、汎用 IO ポートで 132kbはい、出してる。だから 10倍以上ぐらい。めちゃくちゃ早いですね、うん。だから何もないとテープで流し込むと7分ぐらいかかるんですよ。ですよね。いや、一瞬でバンバン書き込めるのは、ね、現代技術とのミックス。すごい。これでも32キロかなんかで収まってるんですもんね。16キロで、でテキストが 3キロぐらい。アトリビこれが3キロぐらいってことですね。3人挑みましたね。320ドットしかないのが320ドット8色で。そうそうそう。で一応この3人あの属性っていうのがあって、はい、色が赤青オレンジみたいな。違いますもんね。同じ系統の色の人ではなくて3人エルコマンドで色が違う。これも4色でいる。あ、4色にしてもちゃんと黒と赤の一つがあって系統は分かれてて、まあ、色は8色しか使えないけど表現できてる色が増えてるってことですね。これはもしかしたら YouTube 的には使わないかもしれないですけど、ちょっとあのツイッターに上げたら、ええ、シャドーバーンかかっちゃって、ね、YouTube もそういうちょっと厳しいんで、まずいかも。もしかしたらちょっと顔の部分は使ってるけど、あのボディがちょっと消えてるちょっと怒られるやつかもしれない。ちゃんと、ね、水着着てるんですけどね。そうそう、プログラムで判定してる着てないじゃないか。あの AI がちょっと、ね、間違った判定してるんですよね。人間が見たら明らかに着てるんですけど、アドベンチャー自体が新しい、ああいうのがない。鮮やかな世界です。すごいな。ロードランナー系の話で分かんない。こっからこっから見たんです。いや、かわいいですね。単純にそのイギリスもすごいです。いや、ありがとうございました。